はようございます、文からです。よいしょ、前回廃校に行ってですね、行って帰ってまた行ったんですね。録画外でもう一回行って、ダイヤとか、サドルとか結構手に入ったので、馬を探しに行きたいなと思います。で、畑も一応ね、こんな風に作ってみました。まだね、どんどんこの畑とかも広げていきたいなと思っております。どこかにですね、馬がいれば馬がいました。さあ、よっ、速い馬かな。結構ね、馬にもね、種類があって、速かったり遅かったりするんだよね。ちょっと背中汚いけど、こいつでいいかな。何も持っていない状態でクリックしてやるとこう乗れるんですね。で、あとはハートが出るまで乗ると。あ、今出た。これで、よいしょ。馬用のインベントリーが開くので、サドルと馬鎧をつけてやると。さあ。遅い。遅いな。マジか。じゃあ、君は君でちょっとまあ、連れて帰るけど、ちょっと遅いな。僕の想像より遅いな。よし。まあ、とりあえず連れて帰ります。結構ご機嫌斜めだね。頑張れ。しがみつけ。ダメか。よいしょ。お、ハートが出ました。よし。君もダイヤの馬より。おお、さっきのより早い、やっぱり。遅いけど。よし。いや、でもね、嬉しい嬉しい。仲間が増えたからね、お揃いの服着てるよ。お、ジャンプ力高いな、こいつ。あ、いいじゃん。よいしょ。じゃあ、とりあえず、馬が手に入ったので、ちょっとね、地図を作って、この辺を探索しようかなと思います。よいしょ。よいしょ。まず、紙だな。紙を作ります。サトウキビを並べたらできます。で、東西南北に、鉄を置いて真ん中にレッドストーンでコンパスができると。で、コンパスを囲うようにさっきの紙をこう置いてやると、そしたらね、白紙の地図っていうのができます。これを、白紙の地図を見ると、ダンドン、わ、もうだいぶ歩いてっから地図がもう書かれたね。じゃあもう一回り大きい地図作ろうかな。よいしょ。この地図を真ん中に置いて、もう一回こうやって囲ってやると。そしたら、さらにでかい地図ができると。おー、できたできた。こっちの辺行ってみようか。こうね、地図をね、見ながら走るとね、落ちるんだよね、穴にね。よいしょ。あ、結構すぐこのぐらいの地図だったら埋まるね。よいしょ。ジャングルだ、ジャングルだ。こっちとこっち、この辺一体ジャングルだ。ちょっと遺跡ないか見たいな。このジャングルでかいよね。こっちからずーっと広がってこっちにまであるんだもんね。これは遺跡あるでしょ、探せば。ちょっとね、散策もしたいんだけど、この泊まるとこが欲しいよね。村ないかな、近くに。仮拠点ここにもう一個建てよっか。ここのジャングルすごいでかいんだよね。うわ、だってあっちの奥もジャングルだよ。こっちもジャングルとかすごくない？あ、遺跡あった、遺跡あったけど、ちょっと待って。あ、こっち海だもん。あ、砂漠もあるじゃん。ラッキー。あ、しかもさ、こうなんか丸石がない。わ、スポーンまで見っけた。なんてことだ。ちょっと待ってくれよ。ちょっとこれは忙しいぞ。ちょっと忙しくなってきたぞ。ちょっとまず、馬さんは逃げてもらったら困るんで、
ちょっと待ってて、ここスポーンブロックでしょこれ絶対。なんてことだ、俺ツルハシを持ってきてないぞ。あそこからちょっと木を拝借しよう。ここがスポーンなんだ、でっかいね。そうだよね、水抜きしてみよう。水抜き、お、チェストあるじゃんここ。何のスポーンかわからんけどチェストあるじゃん、開けてみようかって思ったけど開けれないわこれ。よし、これで開けれる。今一番欲しいのは上で待ってる馬のための名札が欲しい。ほい、あ、入ってた。よし、ありがたいな。よし、持っていこう。よし、ゲッツ。もう何もないかな。わ、待って、スポーンあるよ。スポーンあるある、ないと思ったけどスポーンある。ちょっと待って、どうするこれ、参ったな。ちょっと本格的にやるか。これってドアとか置いてもね、水なくなんだよね。こんな感じで置いてもなくなるんじゃないっけ。水源はなくならんのかな、どうなんだろう。あ、なくなるね。じゃあこれをこうやって置いていくことでも、あ、なくなっちゃった、一気になくなっちゃった。待って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 、ここで分かれたら困るんだけど。何のスポーンだこれ。あ、スケさんだね、スケルトンのスポーンブロックなんだ。ここで分かれたら困るよ、3体ぐらいドドドンつってよし、じゃあとりあえずここを置いて、ここはちょっと遺跡の後にどうにかするとしようか。よいしょ、ちょっと中入ってみよう。よいしょ、ゾンビさんとかいらっしゃらないかな。でここにレバーがあって、なんか隠し通路みたいなのがあるんだよね。おう、お、音がしたね。そしたらここに、あ、できてない、なんでだ。あ、できてるできてる、なんか一個開いて、これで、お、なんか開いた、降りていいかな。よいしょ、おお、よいしょ、チェストがあるね。おお、金インゴットだって、ありがたいね。よし、これもらっていこう。おお、ピストンもありがたいな。よし、もらっていこう。リピーターももらっていこう、リピーターもね。よし、じゃあ次は下だね。ここはね、罠が実はあってですね。よいしょ、ここのね、このトリップワイヤーフックっていうのに触れると弓矢が出るんだよね、あっこから。うわ、ここに隠されてるんですよね、ディスペンサーがね。なんでこのレッドストーン回路とこのトリップワイヤーさえ切ってしまえば安全に見れます。よし、いいもん入っとってくれよ。はい、お、来た、ダイヤ。よーし、ありがたいぞ。ディスペンサーとかをもらっていこう。ちょっと暗いですが、この遺跡を解体して、あっちでトラップタワーを作、トラップタワーじゃないな。トラップを作りたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。